来年のはその家族が先進でのパーティー。そうですね。その字みたいな、その名字を共有するものの方針、つまり家宝、家の方、家の方、これがしっかりしてるよね。家宝と称して、でたらめやってる家が多い時代に。ここまで国家たち行ったら帰ってバイクを家に関してはどうするかって言ったら家族が先生の患者の場合は時々行政措置と立法措置を引き合わせて法律作らない。何かって言ったら家族以外の場合だったら立法措置で必ず引き合わすことにしたらいいわけだ。でも行政だけ精神病の患者を家族だけケアしたらいい。昨日それやなんか市役所に行ったかな、障害福祉課そうしてください。